また高速鉄球ロボットピクスターの後方程ではちょうど向かって右手のロボットになりますが RF 低減によるフックワークの特殊作業を模擬しています。この高速鉄球システムは食品、薬品、化粧品の製造ラインをはじめソーラーパネル、ミニバルラインなど幅広くご使用いただけます。さあ続いてはブース中央にございますあちらのロボットをご紹介いたします。合体ロボットのデモンストレーションをご覧いただきます。どうぞお見せください。続いてはこちら中央ロボットご紹介いたします。どうぞ皆様前へお進みください。次に新型ロボット DX による合体ロボットもご覧いただきます。どうぞ皆様中央のロボットにご注目ください。川崎の最新ロボット